こんにちは。こんにちは。毎月のことなんでね。はい。よく分からなくなってくるんですけど。そうですね。今回から、はい、9月の、そうです。はい。作家さんの、はいはい、紹介に移りたいと思います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まず先生、一発目はですね、はい、ガラス作家の山崎隆一さんですね。はい、そうです。はい。まあ、早速ちょっと庭のブログの方を見てみたいと思うんですけども、はい、山崎隆一さん、はい、ガラス作家さんですね。20歳で専門学校を見てガラスを始められて、はい、石川県のガラス工房で吹きガラス、あれ、うん、ちょっと待って、ちょっとモニターがなんか、はい、うん、はい、うん、いけますね、はい、はい、20歳で専門学校でガラスを始められて、うん、石川県のガラス工房にて吹きガラスの技法を学ばれて、はい、で、ここからは神奈川県に移られて、うん、今も神奈川に、はい、うん、いられるそうなんですけども、ね、はい、神奈川県のガラス工房にて職人として勤務、はい、で9年間、勤務された後に独立されて、はい、今もガラス作家として活動されているということです。ものづくりの対するこだわりっていうところで、無心になって制作できる作品作りというふうに書いてくださってるんですけど、まあ、無心になってっていうくらいですからね、はい、かなりやっぱり、うん、もう没頭して作られてるんだろうなっていうところが、うん、まあ、作品もね、ちょっと見てもそれがよくわかるっていう感じなんですけど、うん、ちょっとね、じゃあ、インスタグラムがあるので、はい、そちらでちょっと見てみたいと思うんですけど、はい、まあ、ほんと特徴的な、うん、ガラスの作品が多くって、はい、まあ、これとか、はい、もうちょっとで表面がデコボコしてる感じが、うん、あって、多分これ削ってるですよね、一つ一つ、うんうんうん、これとかもかなり、うんうん、ね、ちょっとなんかやっぱ、うん、これどう立体感がこうなんかあるある感じですけど、なんとこうどうやって作ってんのって思いますけど、はい、なんと今日リサーチをしてた。そうなんですよ。どうやって作ってくださったのか。そうです、そうです、そうです。クレドさんどうやって作ってると思います？いや、まあ、とりあえず削ってはいるんだろうけど、うんうん、ですよね。はい、ちょっと実際山崎さんの方に、はいはい、どういうふうに作ってるのかちょっとお尋ねしてみたんですけど、うんうんうん、透明のまずガラスを吹いて、はいはい、その上に、ね、まあ、色ガラスをこうかけるというか、かけて、はい、色ガラスっていうのをかけるんですね。で、その上に、はい、一個一個こう絵を装飾し、手で描いて装飾をしているらしくて、で最後にその装飾した上、うん、装飾した部分を、マスキングみたいな感じになると思うんですけど、その部分が、その上にこうサンドブラストをかけて、装飾が多分ない部分がこう削れてのこう、この写真で言うと、すりガラスのようなちょっと曇った感じのガラスになってるところが削れて残った部分っていう、そうですね、削れてなくなった部分っていう感じですかね、になってるんだと思うんですよね。だから一回絵を色ガラスをつけた後に絵を描いて、はい、そうですね、でそこをまあ削っていくというか、だからさっき見たものすごい細かい、あれ細かいというか、なんか四角がこう、そうですね、並んでるようなものも一個一個手で描いてやってるっていうことなんで、ものすごい細かい作業されてる感じだと思います。それは無心ですね。でもなんか本当、多分本当無心にこうなんか、まあそうですね、感性でこう描いていってる感じがこうなんか出てるような気がしますよね。一つ一つ絶対同じものにはならない、うん、やつですよね。そうですね、うん、だから多分この結構今回送ってもらったシリーズだとサンプルとして同じようなこう、うん、こうデザインのこうものあるんですけど、はい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 、これもシリーズとして多分ご本人は持ってるシリーズなんだと思うんですけど、うん、よく見るとやっぱ一個一個違うってことになってるんですよね。
なので細かく自分のこう好みの、ね、ものを選んでもらうこともできるかなと思います。そうですね、はい、なかなかあまり他にこういうような加工とかもされるような、そうですね、あんまりいないなっていう感じはするんですけど、じゃあちょっとアップで作品を見てみたいと思います。はい、OK です。はい、はい、じゃ先ほどインスタグラムで、ああまさに見てたものは多分これだとは思うんですけど、はいはい、おお、すごいね。でこれがその赤いやつが色ガラスで、そうですね、はい、でこっちの方がさっき話してた感じだと、うん、この辺とかが削られ て残ってるすりガラスの感じになってる。へえ、すごいいろんな技法があるんですね。そう、これを一つ一つ手でこう塗装するとき描いてるっていうふうに言われてたので、うん、かなり手間が、はい、そうですね、はい、これとかもものすごく細かいですけどもこれも手で一個一個描かれてるだと思います。なんか見たことあるんだこの模様、なんだろうな、うん、でもやっぱ一個一個手で描くことによってこうなんていうんですかね、はい、あの独特のこう模様の味が出ててすごい素敵ですよね。ちょっと、うん、本当ですね、うん、うわすごいな、まあ、手で削るとこうなる、うん、まあ、ちょっとカメラがあれですけども、うん、もう一つね、牡蠣の、はい、まだあるんですよね、そのね、うん、かなりかっこいい感じの。そうですね、もともとねガラスにもまあ色がついてるやつとついてないやつとっていう感じがありますし、うん、めちゃくちゃいい感じですね、うんうん、素敵ですよね、うん、素敵な牡蠣ですね、うん、グラスもまた変わっていて、はい、そうそう、あ、来た、おかなりいい感じですね、はい、これはもうサンドブラストでこう、はい、うんうんうん、あ、だけど割とすごい手間かかってるからお値段もいきそうだなと思いながら、うんうん、そんなにすごい高いわけじゃなくて、はい、うん、結構、はい、手が届く全然そうですよね、うん、でお値段なんで、それもすごくいいなっていうふうに思いますけども、まあ、太陽が出た時にはガラスの表面の模様が綺麗な影を作ったりとか、そうですよね、そういうふうなところを見てほしいっていうふうにあの書いてあるんで、まあ、まさにそれがふさわしい、作品群なのかなと思います。インスタグラムとかに載ってる写真でも、あの綺麗なその光が落ちて影が綺麗に、このグラスとかなんか、はい、ありましたね、ちょっと見てみます、はい、あの綺麗に落ちてたり、はい、これだ、あのこういう模様のものとか、これ、はいはい、確かにね、こういうところもまたガラスの面白さだっていうことを言ってらっしゃると思うんですけど、まあ、まさにですね、うんうん、そういうところが映るように、はい、こう多分模様をつけてやってるんでしょうね、うん、なるほどな、うん、まあぜひ、はい、9月のはい、庭のサークルで確認していただきたいと思いますので、はい、そうですね、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、はい、それでは次は続いてはですね、続いては、はい、木端さんの作品、はい、丸山ウェアさんですか、ね、はい、の作品の紹介に移りたいと思います。まず庭のブログを見てみたいと思いますが、丸山上屋、こういう細かい模様っていうんですかね、うんうんうん、これが特徴的な、うん、方ですけれども、備前焼作家のもとで約9年の修行後、うん、2017年に丸山上屋として活動を開始、うん、丸山ウェアって何か意味があるんですか、ね、わかんない、あんの、
いやだって本名と全然違うから。なんだろうと思って。急に。わかんない。美穂にもわからない。今度聞いてみたいですね。はい。そうですね。そうですね。はい。丸山さんじゃないもんね。違うと思うんですけどね。はい。あとウェアっていうのもね、なんか。ね、不思議ですけどもね。なるほど、はい、考えたこともなかった本当ですかもうすごく何だろうってずっと疑問で、私の中ではそのキバタ、はい、がもうキバタンキバタンになっちゃう。キバタンキバタンになってるんですかそれ勝手になってるんですか。キバタンキバタンって、うん、キバタンあのもし、不愉快な思いをさせたら本当に絶滅危惧種だから。どういうことですか。え、キバタンってね、絶滅危惧種のね、鳥がいるでしょ。知らん。さすが、そうか、鳥から来てるんだ僕はもうなんか、おね、そんなに親しくないのにキバタン、キバタンって呼んでるのかなと思いました。違う急になんか仲良しになってるのかなみたいな風に思う。そういうわけじゃないです。鳥がいるんだ、キバタンって。そうあ、そうなんだ。全く違う話になってしまいましたけれどもあの本当にすいません、まさか名前の話からこんな、はい、ね、こんな、はい、入ると。いや僕はてっきりほらもう結構リサーチャーじゃないですかあのだからてっきりもう知ってるんだと思って丸山ウェアっていうなんでそういう名前なのかなっていうのを聞きたかったんですけ ど別の機会聞きたいと思います。はい、はい、これなんていうんですか、三島手っていうんですかね。どこどこ、うん、そう三島手です、うんうん、や陰陽国の技法を主に用いて製作した食器類を展示する予定ですっていうね、まあ、今回もそういうものも、うん、用意していただいてるんですけれども、ちょっとじゃあインスタグラムの方を見てみたいと思います。はい、まあすごいですね本当に、ね、うわこれはすごい。なんかもう、まあ、こういったね、そう、うん、ものも作ってらっしゃるんですけども、うんうん、これあれでしたっけ、ターコイズって言ってた。ターコイズ、うんうん、ターコイズブルー、ターコイズブルー、うん、っていう風に呼んでるみたいなんですけど、うんうんうん、ちょっとティファニーっぽい色だっていうのが実行委員から出てましたけど、ねはい、でもまあすごい素敵な色ですよね、うん、まあ、でもこれは本当にすごいです ね、このでもこのインスタに書いてあったんだけど、はい、このターコイズブルーの釉薬が、はいはい、自分の釉薬の中でも最も扱いが厄介で、あ、そうなんだって書いてある。あ、うん、だとあの温度がね、うん、2、3度違うだけで茶色っぽく焼き上がったり、はあ、後で見てもらうとあれなんだけど、そうですね、うん、ブクが出たりとかしちゃうって、これですね。あ、そう、うわすごいな。確かにこの茶色いようなところもね、うんうんうん、でもこそれがいいけどね。そうそれがいいですよね、うんうんうん、だこれがまあ出過ぎちゃうとっていうことなのかな、うん、それはでもそれが 2,3 度で違うって、うん、よっぽどっすね。釜の中でもだいぶ、うん、あの釜の置く場所、そうですよね、置く場所でも変わっちゃうから、うん、そうですよね、うん、よっぽどなコントロールがないと難しいんだろうなと思いますけど、うんうん、同じものを求められるとちょっと大変だったかもしれないけど、うんうん、でも一つ一つはすごく味があって、うんうん、すごく素敵ですよ ね。このカップだってこれ側面にこうやって、うんうん、その刻印みたいな形で、そうです ね、これは刻印 と、はい、と多分ゴス、青いところはゴスを塗って、はい、で、うんうん、釉薬をかけると、はい、なんかちょっとこう流れる釉薬をかけて、うんうん、でそれでこうにじんだ感じになって、ね、確かにすごくにじんだ感じになってますね、うん、
なんかそれが、うん、このカップとかは絞り手、絞り手マグとかカップとか名前がついていて、ね、あなるほど、うん、そのなんかこうにじんだ感じのことを絞り手っていう、うんうん、なるほどね、うん、まあちょっとアップにして見てもらいましょうかよね、うんうん、はい、はい、わあ、すごい綺麗ですね、すごい、そのさっき河合さん解説してくれたそのにじみが出てるんですよね、うんうんうん、なんかあのインスタを見ていたら、うんうん、すごいやっぱり釉薬のテストとか、うん、たくさんしてるみたいで、はい、うん、やっぱり自分の窯の温度と、うんうん、その釉薬の感じと、うん、はい、あのゴスがどのぐらい流れるかとか、うんうんうん、そういうのをやっぱりね、あの割合みたいなのを結構試さないといけないから、そういうのもなんか多分自分がこれでよしっていう風になるのって結構なんか時間がかかるんじゃないかなと思うんですけど、これとかね、同じだけど、うん、これとかはなんかそんなに流れてはいない、うん、そうですね、これわざと流してないっていう感じなんですかね、うん、やっぱね、側面の方が流れやすいですね、流れやすいか、あの角度的にね、確かにそうですよね、うん、そうかそうか、そう、はあ、綺麗、うん、綺麗な感じですね、うん、止まった、あ、本当だ、はい、大丈夫です、はい、はあ、うん、これもだから側面だからちょっと流れてるのかな、綺麗ね、でも綺麗ですね、うん、釉薬の厚みとかによってね、うんうん、へえ、これはこっち側が濃くなっていて、うん、なってますね、やっぱり濃いとね、流れやすい、うんうんうん、なるほど、うわ、こっちがそのあれですね、ターコ、厄介な釉薬っていう、そうですね、うん、多分なんかこう普通の人だと、うん、なんかこう一色だしこっちの方がなんかって思うかもしれないけど、うん、2,3 度違うだけでっていう、そうですね、へえ、でもその茶色い感じと、ね、うん、縁がじゃね、縁とかその釉薬が薄いところが茶色くなってて、うん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 、すごくそれがいいですよね、ね、うん、へえ、大丈夫です、はい、なんかこうちょっと古めかしい感じがあるというか、うん、アンティークって言ってくださいアンティークな感じですねすいません、アンティークな感じが、うん、ね、ありますよね、すごく、うんうん、ふつふつその土のねこう穴が開いてるような、うん、なんていうかね、そういう土の質感もすごく出てて、なかなかピントが合わないですね。そう。どこにあってんのこれ？あ、来た。うん、今あってる、うん。ね、いい感じですごく、うん。うん。これは土が赤っぽいですね。はい、うん、そうですね、赤っぽいですね。うんうん、こっちは白い土使ってますね。白土使ってますね。はい。はい、なるほど。今ちょっとカンペが出ましてですね。丸山ウェアの、あのちょっとね、メガネがね、はい、ちょっと見えないのか。ちょっ
っと、はい、裏山が丸山っていう、ね、なるほどね、裏山が丸山で、うん、丸山ウェアなんだ、丸山の土を使ってるから、なんだっけ、じゃあ裏山の土を使ってるの、すごいね、そうなんじゃないの、へえ、そうね、ありがとうございます、すごい素晴らしい、はい、優秀な実行委員さんが、うん、はい、すぐに、ね、これはいかんということでしないでくれましたけど、すいません丸山さん、すごいね、じゃあ、自分のところで土が取れるんだね、そういうこと ねすごいね、そんなことあるんだ、そんなことある、うん、うーん、向こうの方は結構あるんじゃないか、そっか、うん、という感じです。岡山あ、そうか、岡山ね、うん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 、ちょっと作ってる作業がね、うんうん、よくわかるのがちょっとインスタグラムにあったんで、うん、それをちょっと庭の、あの去年の庭のはテレビでも出してくれてたんだけど、そっか、はい、ちょっと流してみようかと思います、はい、なんか違う形で、私映んなくてもいいけど、もうね、木の、うん、このハンコを自分で作るんだけど、はい、なんかインスタを見たら、うん、いろいろといろんなので作ってみたけど、木のハンコが一番しっくりくるって書いてあった、これ温泉乗ってないかもしれないけど、継ぎ足し継ぎ足しの秘伝のタレを塗るというふうに言ってくださってますけど、うん、インスタ見ると、うん、インスタの文章とか見るとすごくなんか楽しそうな人へ、はい、そうなんだ楽しそうな人、うん、なんといってもキバタンですからね、キバタン、まあ、こんなにちょっといじりすぎかな、ちょっとこれダメかな怒られちゃうかもしれないですけどああ削って、うん、このハンコをしてへこんだところに、うんうんうん、さっきの秘伝のタレを秘伝のタレを塗って乾いたら削って、でこの削り具合とかも、はい、なんか人それぞれなんだけど、うんうん、はっきりしたかったら、うん、たくさん削るし、はい、うん、アホにも説明してますか、かすれ具合とか、かすれ具合とかがね、うん、あ、すいません、はい、以上です、はい、ということで、はい、よくわかる、うんうん、ね、動画でしたよね、ね、あ、こう削って、うん、そうですね、うん、タレを削ってねできていくそうですけど、ね、うん、なるほどね、はい、でなんか最近のは、はい、多分そこのへこんでるところに、うんうん、このゴスを入れたりとかして、はい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 、ちょっとバージョンが違う、うん、うん、いやすごいファンがいそうっていう感じがすごいしますけども、そう、これの説明をするのを忘れちゃったけど、フルにしますか、ね、そう、これもすごいな、流れて、うん、流れてますね、確かにね、うんうん、後ろまで、はい、そうね、なんかあれですね、でも作っているテイストが割と全然違うからね、これとこれも、うん、うん、まあ、さっき結構実験をされてるっていうことをね、うん、加谷さんも言ってましたけど、やっぱそういう人はそういういろんなこうなんていうか持ち味を出せて、うん、そうですね、うん、でもベースはその、うん、
普通、そのミシマテとこのターコイズなんだと思うんですけど、そこにだん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 ちょっと新しい感じに、はいはい、うん、していってるっていうのかなっていうふうに思います。あの器の形とかは、うんうん、そうなんか前からあんまりは変わらないかなとかは思うんだけど、あのね、あの和風じゃなくて洋風なんだけど、うんうんうん、まあ、技法がなんかそういう昔からあるようなものを使ってたりとかして、うんうん、はい、うん、面白いなと思います。そうですね、そこは本当に面白いなと思います、はい、まあすごく細かい感じがね、あのもう魅力的ですし、うん、まあ、ぜひ、ね、本当はね、うん、こんな時期だからあの、うん、まで来てくださいってなかなか言いづらいんですけど、はい、あの手に取ってもらえる、ね、いやもう ぜひね見てほしいなと思いますんで、はい、いや、うん、まあ来てくださいお待ちしてますから、うん、よろしくお願いします。はい、ここからは次の作家さんですけれども、はい、永井陽子さん、はい、庭というお名前で、はい、工房で、工房でやられている、はい、作家さんですけれども、はい、作品を紹介していきたいと思います、はい、まずちょっとじゃあ庭のアブログの方で見てみますけれども、はい、こういうね本当可愛らしい金色の、はい、アクセサリーを作っていらっしゃいますけれども、はい、女子美短期大学を卒業された後、はい、神戸で、デビュー、はい、2014年から工房庭を開始、クラフト市、ギャラリーにて個展などを発表してますと、はい、まあ、我々も庭の間という名前ですけれども、はい、一緒ですね一緒ですね、庭という、はい、ちょっと見る限り多分同じような同じ庭にね、うん、焦点を当てて名前をつけたのかなと思いますけど、なんか親近感湧きますね。そうですね、庭の間ですから ね千葉には長らく住んでいましたが、現在は千葉を離れて暮らしているっていうことですね。今回初めてですか？そうですね、そうですね、さん初めてでしたね。そうですよね、はい、はい、また千葉にじゃあ、はい、何ですか、凱旋みたいな感じになるのかな、ね、はい、ですね、はい、庭の輪では定番の装身具を中心に、より生活に生きる道具の要素を含んだ作品を持っていきたいと考えています。家に飾っていただきたいモビールや文房具や道具類と、モチーフは自然にあるもの、身の回りにあるものをデザインしていますと。あ、千葉にちなんだ貝など、うん、海のものなどもね、はい、モチーフに使用してるっていうことで、はい、じゃあちょっと作品の方を見ていきたいと思います、はい、結構大きいですね。そうなんですよね、はい、これはオリーブの葉っぱをモチーフに作られてるみたいなんですけども。本当だ、わかりますね、はい、うん、で真鍮の板を糸の子で切って、はい、それをこう叩いてこういうあのデコボコというかこういう、はい、模様をつけてるそうなんですけれども、でこの天然石の方は、はいはい、ムーンストーンなんですけれども、はいはい、これも一つ一つあのご自身でつないで作られてるそうなんですよ。で結構見た目こう大きく見えるんですけど、はい、大きく見えますね。でも意外と軽いので首に負担はそんなにないと思います。なるほど、あのこの真鍮自体もとても薄い。そうですね、すごい薄くなってますね、はい、あの首の負担はそんなにないと思われます。なるほどね、これも全部一つ一つご自身でつながれてるってことなので素敵ですよね。すごいですね。でこちらと、はい、あともう一つネックレスが、はい、こちらは鳥をモチーフに作られてるんですけれども、なんか夕暮れの鳥の群れをイメージして作られてるっていうことです。そうですね、わかります、はい、でこちらは水晶ですかね、天然石、やっぱり
これも一つ一つご自身でつなげて作られてるようです。なるほどね。綺麗ですよね。すごく綺麗です ね、はい、これもあの重さはそんなに感じないので首への負担はそんなにないと思います。本当だ、ね、軽いですよね、意外と。本当だ、なんか見た目結構、ね、そう重いのかなと思いましたけ ど、こうやって持ってみるととても軽いので。本当だ、はい、つけやすいと思います、はい、これあれじゃないですか、夜間。そうですね、夜間とか、あとはカップとか。カップ、はい、コーヒーカップですかね。で後ろはピンバッジになってます。はい、なんか身の回りにあるような暮らしにあるものをモチーフに作ってますっていうことですね。はい、でこちらはバングルになります。あ、なるほどね。これはここがこういうふうに取り外して、あ、はい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 、つけられる、つけられる。なるほど、コンドルをイメージして作られてるってことですね。はいはいはい、これもあのとっても軽いんでつけやすいと思います。こちらはお花がモチーフになってるみたいですね。母子草って書いてありました。母子草、はい、ほんと、はい、あ、確かにそうですね。ね、粒々、うん、の感じが。ほんとだ、母子草だ、ね、よくね、ドライにされる雑草です。そうですよね、はい、ちょっと葉っぱがモフモフした感じのね。そう、モフモフした。こちらもそこ同じですね。なるほどね。これも後ろがピンバッジになってます、はい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 。こちらがピアスになってます、うんうんうん、左右ね、ちょっとボケちゃってるかな、うん、見えますか。こちらはピアス仕様になってます、はい、左右ちょっと違う形になってて可愛いですよね、うんうんうん、あとは鳥のピンバッジもいろいろな形に。これもご自身で糸の子を切って、うんうんうん、で叩いて、はい、土で叩いて、こういう細かい目がちょっと見えるかな、ちょっとデコボコしたこの土で、はい、上にこっちだったらどう、ダメ、あ、ほらほら、あ、ごめんなさい、はい、それでよ、いい感じです ね、はい、すごい細かく叩いてるので、うん、一つ一つ表情が違うと思うんですけど、ぜひね、一つ一つ手に取って見てもらえたら。そうですね、全部一点一点違うので。そうか、そうですよね、叩き方もそうだよ ね、同じものなんてないもんね、はい、カップもみんな一つ一つ違う感じなので、はい、ぜひぜひ。あ、ちょっと私が、あのカメラにもボケてばっかり。あ、これでいいかな。そう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 、こんな感じですね、はい、確かにね、こう叩いてる感じで。そうなんですよ、一個一個みんな違うので、はい、真鍮でやってるっていうことなんですけど、はい、白っぽい真鍮もありますし。あ、そうですね、はい、確かに確かに、ゴールドのとあります。はいはいはい、見て、手に取って、はい、ぜひ見に来てください。初めての作家さんなので。そうですね、初めての作家さんですからね、はい、私たちも鳥とかいろんなのが、はい、とっても楽しみです。はい、はい、ぜひ、会場でお待ちしております、はい、2月お待ちしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、ここからは、はい、平沢さんの作品、はい、末物、はい、末物カメヤさんの作品を紹介したいと思います。はい、はいはい、早速ですが、はい、庭のブログの方を見てみたいと思います。はい、平沢さんですね、はい、割とこういう渋めって言ったらあれなのかな、うん、はい、そういう作品が多い方ですよね、うん、はい、細川、森光さんですか、ね、はい、あの細川元首相の息子さんですね、はいはい、あ、でも茨城県に一度行かれてるんですね、はい、あのご実家がね、笠間の方、はい、あ、そうなんだ、あっちの方って聞いてます。そっか、はいはい、そしてまた熊本に戻られて独立と、うん、はい、いうことですよね。いや、僕はあの熊本に行った時、はい、そうですよね、はい、あのこの工房兼お店だったところ、はいはい、に、はい、あの飲みに行ったことがあります。あの奥様が、そう、奥様がお料理を、ね、やられて、そうそう、はい、
そうなんですよ。地獄温泉2回。そう、地獄温泉2回です、はいはい、2回ぐらい行ったかな、はい、あの好きなブランドの洋服屋のすぐ目の前なんです。あそこら辺はですね、はいはい、いいおでん屋さんもありますし、ね、おすすめなスポットなんですけど、はい、いい街ですね。いい街です。すごくいい街ですね、はい、すごくいい街です、はい、で、はい、最近でちょうど移転されたみたいなんですけど、あ、はい、まあ、ちょっと後でインスタで触れたいと思いますが、はい、庭のはもう4回、うん、そうです ね、 ね、ね、2017年から出てるので、はいはい、2017、18、19と出て、うん、まあ、開催する予定だった20年も出る予定だったんですけれども、ね、はい、はい、遠方の私ですが、ニュースなので千葉を見かけると気にかけているという、いうことで、ありがたいですね、ありがたいですね。まあ、庭の間に参加したことで無意識に自分の中に千葉が浸透してんだと思いますと。お客さんや他の作家さんもきっと同じなんじゃないかなと書いてくださってますけどね。まあ、そういうところあるんじゃないかなと思いますよね。嬉しいですよね。嬉しいですよね。はい。またね、庭の間に限らず千葉に来ていただいてもいいですけど。はい。お待ちしております。じゃあちょっとインスタの方を見させてもらいたいと思います。はいはい、よいしょ。作品はやはり、はい、まあ、こういったような、そうですね、はい、これはなんか節目が入っている、うん、そうですね、ものですけども、この陶器さんってあの、はい、熊本の黒髪っていうんだっけ、黒髪ですね、はい、あそこのギャラリーですね、はい、地元のギャラリーですね、地元のギャラリーに出されたんですね、うん、とか、まあ、こうやっぱ、こういうような感じの、うん、ね、素敵ですけど、はい、うん、まあ、目立つなと、はい、あの土もね、九州の土を使って、うん、あ、そうなんですか、はい、やってらっしゃるっていうこと で、 でさらに、まあ、釉薬も、うん、あの自分で灰を集めてで作ってらっしゃるっていうことなので、本当にね、あの素朴なんですけど、うんうん、やっぱりちょっとそうですね、うん、味わい深 い、 味わい深い、うん、そうか、釉薬をね自分でやられてる方って本当にこう、うん、その時その時できるもので少しずつやっぱり違うと思うんで、そういう面白さがありますよね、うん、ましてやね、あのインスタの中にもあると思うんですけど、うん、穴窯を使ってらっしゃるので、これですね、はい、あ、のでまたね、そこであの焼き方というか形成されるのが、あのいろいろな場所によってね、温度も変わってくるので、はい、こう溶け具合とかが変わってきて、うんうん、表情が出てきてるっていう、そうですね、はい、穴窯前なんかドラマでもやってましたね、した朝ドラでスカーレットですか、スカーレットやってましたね、そういえばはい、はい、よく見てましたでそうで、うん、ね、ほんとちょっと僕が行ったことあるところはちょっと移転されたみたい で、はい、そうですね、はい、もうビルの地獄温泉の2階にはないみたいなんですけど、はい、またでも素敵なところに、ね、はい、行かれたようで、熊本の私はなんか土地感、街中はちょっとね、はい、あの伺ったことがあるのでわかるんですけど、はい、これまあ西区河内町って書いてありますけど、はい、あの金峰山っていう、うん、あの山が本当、はい、あの海側にせり出して、あるんですけど、うんうん、そこの本当、うん、山頂に行く途中みたいな、ところだと思います。すごくいいところです。眺めもいいですし、あの、まあ、場所によってですけども、うん、その上からだと本当もう、はいはい、綺麗に海がバーって見て、島が、ね、見渡せるすごい素敵なところなんで、うんうん、まあ、僕もあの車で行けるところまでは歩かないってことですね。そう、行ったことがある。割と車で上、一番まで行けたんじゃなかったかな。うん、すごくいいところだっていうのは、覚えてますけども、そこの本当だからこう見る限り素敵な、はい、うん、そうですね、ね、感じの、自分でねリノベーションされながら、あ、そうなんですよね、はい、なので移転するまで結構時間をかけつつ準備をされてたようなんですけど、はい、いや行ってみたいなって思いますけども、そうですね、まあ、こういうのを見るだけでも、はい、じゃあちょっと作品を、はい、アップで見させてもらいたいと思います。はい、はい、はい、どれか、あ、この辺とかね、うん、本当にあのまさにそうですね、まさに自然釉というか、どの辺かな、来るかな、銀がなかなか合わない、なかなか来てくれない、あ、来た来た、
すごくね、はい、この流れてる感じとか、そうですね、すごい素敵ですよね。素敵ですね。すごく綺麗に絵が入っていて、すごいいい感じですね、うん、ちょっと大ぶりなね、マグが、うん、だいぶ大ぶりな、はい、このマグですね。すごい流れてる感じがよくわかりますね、うん、はい、この辺もね、メッシュワンで、うん、あのいろんな大きさが来てるんですけれども、はい、どこかな、ポイントは来たの中とかもねそうですね、はい、すごく綺麗に溶けてますね、うん、はい、はあ、なんていうかね、こう、うん、お料理を乗せたくなる器ですね。そうですね、確かに確かに、はい、この辺もね、うん、穴窯で作った2つ並べちゃうと、あれなんか、これはあの重ねてね、焼くときに、あのここ、あ、だからそこにその点々ができてるんだ、はいはい、でこうこう来てるので、はいはいはい、なのでこうないものとこうあるものと、あるものと、はい、なるほどね、なってます。これはこれでね、表情が、うん、表情になって、はい、でこの辺も同じく、はい、これはね、あのここの裏側にこう下駄というか、ここにも入ってて、スタッキングができるよう、ね、に、おー、はい、いいっすね、いいですよね、へー、ちょっと重ねてしまえるし、しまえるし、あとなんかこうね、お重じゃないですけど、ちょっとこう開けた時の驚きみたいなものが、ね、なるほどね、あるといいですね。そうか、うん、重ねれるんだ、うん、ちょっと重ねて置いておきましょう、はい、だから これまたね、素朴な、はい、そうですね、感じの、これはね、中だけこう湯が入ってて、こちらは外は違うんだ、はい、その土の焼き締めに近い状態 で、ね、自然湯でね、中にあるものがついてこう溶けてますね。いい感じやね、うん、なるほど、ちょっとこう通好みというか、通好みか、はい、でもすごい素敵、すごい素敵ですね、素敵ですね、しのぎになってますね、はい、面取ってあります。でこれは白磁なんですけど、本当だ、ね、これ私実は自分で持ってました。あ、本当ですか。日本酒飲んでますここね、薄くてね、いいんですよ。いや、いいっすね、これは。しかしいっぱい入りますね、これ。これくらい入った方がね何回も継がなくていいからはい、そうですはい、いやー、でもこのめっちゃ素敵で、はい、でこうよく見ると、はい、なんかこうひびっぽい感がすごくある、貫入がちょっと入ってて、ね、貫入なのかな、はい、うん、がすごいあって、はい、へえ、ちょっと映んないかもな、難しいかな、ちょっと難しい、光っちゃうかな、うん、会場で、うん、ぜひ見ていただきたいですね、はい、これも、はい、これもね、一見シンプルな感じだけど、はい、これは一応なんか割と和のテイストが強い中で、うん、これはちょっと洋風な、ね、洋風な感じですね、はい、リムがあって、うん、くぼみがあって、うん、でまあちょっとこうね、パスタ持ってもいいですし、汁物もちょっといけますし、うん、はいはい、本当になんかお料理をなんかお料理映えするというか、うん、すごく使いやすいと思います、はい、これは。あの、ね、欲しいです、うん、いいですよねいいですね、すごくいいですね、はい、なんかあの奥様がね、あのお店をやってらっしゃるって、そこであのちょっと写真が、あ、そっかそっか、はい、ちょっと見ますか、よかったら見てみてください、はい、ちょっと待ってくださいね、はい、ね、うん、こう自分で使いたくなる器って、はいはいはい、ご紹介してても嬉しいですよね。そうですよね、うん、こういう感じで、まあ、これは鶏肉、はい、そうですね、なんだろう、鶏肉と、まあ、サラダですけど、カボスが絞ってあって、うん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 、こういうね、はい、だからちょうどね、ここのお料理が盛られたところと、その周りのね、うんうん、リムの部分のバランスがすごく綺麗、うん、綺麗ですよね、はい、これはね、あの今回ちょっと、ね、はい、あのこの形のは来てないんですけれども、うん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 、これもね、あのちょっと切りたての形になっていて、ね、はい、汁物が乗ってみたい。いや、これはあの熊本名物、うん、そうなんですか、一文字です、へー、ネギみたいなやつ、ネギ、はいはいはい、
なるほど、はい、ピリ辛おでん、そうピリ辛おでんいいですね、はい、いいですね、はい、まあね前あった地獄温泉の写真までちょっとあったので、はいはい、そうなんですよなんで地獄温泉って言うんだろうってすごく不思議だったんですけど、そうね、銭湯があった、ね、そう銭湯がありましたね、はいはい、ここにそうなんですよ、いやまあすごくいいところなんですけど、はい、まあね、まあ、移転はされたみたいですけど、うん、はい、移転先も素晴らしい、そうですね、ところなんで、はい、行ってみたいなと思いますけど、はい、ぜひ行ってみたいですね、はい、というような内容でしたが、はい、本当にこう、こういう洋食器っぽいものもあるし、うん、こういう、うん、はい、あのまあ本当自然湯っていうかな、うんうん、あのならではの流れた感じも、はい、そうですね、よく、はい、味わえるような器とありますので、綺麗です、はい、はい、本当素敵ですから、ぜひ会場で、はい、ぜひ会場でご覧ください、よろしくお願いします、いたします、こんにちは、こんにちは、次は、はい、木工作家の金城さんですね、はい、金城隆さん、はい、金城隆さんの作品です、はい、早速庭のアブログで、見てみたいと思いますけど、木工で、まあ、漆も扱われる作家さんなのかな、兵庫県のお生まれで、2010年長野県の、木工科専門校の木工科を修了されてからは岐阜県で作られているということですね、うん、うん、インスタの方でもあの、はい、木のさじ金城っていうアカウントだったので、はいはいはい、そのさじにこだわって、あそうか、はい、ほとんど木のさじだけを作ってるっていう、なるほど、器とかよりもさじとかそういうのなのかもしれないですね、はい、本当ださまざまな形大きさ用途の木と漆のさじってやはり書いてありますね、うん、一つの形を追求している定番ものと型を作らずに思いつきで即効的に制作している一点ものを展示しますということで、なるほどね、こうちゃんとこうなちゃんとって言ったらおかしいですけど、うん、こう形が決まった形を作るってことをしながらも、自分の一点ものをっていうようなこともやられてるっていうことですね、まあ、その辺がよくわかるのが、インスタにあったので、うん、はい、ぜひちょっと見てみたいと思いますけど、まずあのこういうね、うん、あの本当にこうよくステンレスとかであるような形なんですかね、はい、多分定番のとか、うんうん、こういう同じ形でこうピシッと作られてるものは、うん、こうフランスのアンティークのこうカトラリーとか金属のものとか、はい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 、そういうのをこうちょっと参考にしたりとか、うんうん、あとなんかこう木の日本のだったら室町時代のこうサジをみたいなことを思ってたんで、すごいこう本当に同じ形で作るっていうことが気が遠くなりそうなぐらい、そうですよね、同じものと、うん、あとは本当に一個ずつ全然違うものがいっぱい出てくるんで、うん、すごいと思って。だって型じゃないじゃないですか。そうですよね。はい、他のね金属とかは型だと思うけど、うん、これ木は一つ一つ削るわけだから。そうですね。それでこう同じようにってそれだけでも相当大変だろうなと思いますけど。うん、いやなんかこの木を切り出してるところの写真とかも ねあって、これスプーンですよね、はい、うんうん。横から見たところにもこう線が書いてありますけど。はい、これを一個ずつ同じ形に作っていくっていう、いや想像するだけでも本当に大変、すごい細かな作業ですね、うん、フォークとかもね あったんですけど下の方かな、はいはい、これだ、なんかこの筋とかも手で削っているんだろうなと思うとこうすごいすごいすごいな、結構力入りそうですよね、あの厚みはね、だいぶ厚いですからね、うん、なるほどね、でもこういうのにプラスして一点物もっていうところで、うん、そうですね、この辺の柄がこう彫ってあるようなタイプは、
あのとりわけのさじはこうあの漆が拭き漆のものもあれば、ちょっとゴム塗装のとかもあったりとかするみたいで、あこれはなんかねジャムさじって書いてある今の写真、ジャムさじ、これじゃなくて斧みたいな形してるのありましたよね。あこっちのやつね、はい、これジャムさじであんまり見たことないけど、うん、多分もう自分でこう追求してできた形なんじゃないかと思うんですけど、こう瓶にフィットしたような、そっか瓶にフィットしたように、ね、なんかなるほど、ね、使ったところを想像してへえなんて思ったんですけど、確かに、ね、ちょっとじゃあ、うん、ものもあるんで、ね、アップで、そうですね、見てみましょう、はい、見てみましょうか、はい、この辺が、はい、ちょっとピント合ってないか、うんうん、大丈夫、合ってます、はい、これなんかこれはフランスのアンティークとかの食器の形を木で作っているみたいなんですけど、はいはい、でこっちもこれがねなんか室町時代のこうレンゲとかへの形で、これはもう多分あの同じ形でこうテーマで作ってらっしゃるみたいなんですけど、なんかこの色が、うん、赤とそう、ベンガラと古色っていう風に書いてあるんですね、名前が、はい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 、で、伺ったんですけど、うんうん、このこっちの色は硝煙って、松の煙って書いてたんですけど、うんうんうん、まあ、松を燃やしたすすと、はい、ベンガラと、はい、柿渋と漆を混ぜたものをこう塗っているというか、そうなんだ、でこっちのベンガラと柿渋と、はい、あと漆、うんうん、でわざわざこの古色っていう名前をつけてるとこが、はい、なんかこだわりがこう木漆と古色っていうのがあってなるほど、ね、どう違うんだろうと思ったらこのちょっとマットな感じ、うん、すごいかっこいい感じにしてきてますね、へえ、素敵。すごくちょっと写真がピンボケしちゃってますけど、うんうん、使いやすそうなこう、うん、使い慣れてる形、そうね、使い慣れてる形ですね、うん、確かに今回は全部送ってきてくれた中からちょっと10点ぐらいを出したんですけど、はい、インスタの写真見てたら全然これとまた違う形とかもあって、すごいいろんなことを試されてるのかなっていう感じ で、はい、でこれがさっきのねジャムサですね、斧みたいなやつね、これ感動したんですけど、はい、左利き用があるんですよなるほど、と思ってそうさん、なんかちゃんとこのカーブのある側と平らなへこんでる側でこう左右こう違う形で、はい、本当だ、うん、やり利きをちゃんと作ってくださってるんですね、作ってくれていて、でも木の後こうこれは無塗装なんでこうそのまま木の質感で、はい、まあ、こっちとかもそうですね、木のそのものの色とかを楽しんでこう自分で育てられるような感じで、なんかいろんな技法を持ってそうですね、漆も使った着色と木のね、そのものの良さも出したりとかっていうところで、そうで、この辺は取り分け用みたいな感じのちょっと大きめの、はい、これなんだっけな、ハンガリーのハンガリー古いのかなのをこう真似てというか、こういう、まあ、ありますよね、ありますね、木のね、お玉で、これも塗装のくるみの木だったりとか、なるほどな、いろんな木も桜だったり、はい、こうブナとか、これはちょっとやっぱりマットな感じでだったり、こっちはこっちも古色ですね、なんか表情が、うん、ありますね、古色っていうやつの方はすごい表情が、ね、独特なものがありますね、うん、やっぱ昔の形をこうなんていうかね、昔の形の中から自分が好きなものを選んでそれをコピーしてみるっていうことをやってるんだと思うんですけど、なんか収集したしてみたりとか、あ、うん、なんかスウェーデンのとかなんかブログ、うん、とインスタ見てたら書いてあったそのとか、はい、なんかこの辺が多分こう自由に作られている、作ってるっていう、ああそういうね、はい、
なんかあのナイフとかでこう全部多分道具で切り出すとこから柄をこうつけていくのとかも手でやっていて、このすごいみんなちょっと違うんですけど、こういう色味をね変化つけたりとか、これはちょっとポコポコしてる感じなんですけど、これも面白いですね。ね、これもね、柄がいろんな柄のがとか木の色が違うものとかがいろんなのが着てたんですけど、まあ、これ吹き漆なんで、うんうん、こう艶がちょっとある。そうね、うん、なんかこうずっと漆が入ってるんで変化はそんなにあのしなくて、うんうん、あのやっぱり経年に強いみたいな、うん、なるほどね、赤漆が入っているんだと思うんですけど、うんうん、でもこっちの古色の方はこう端とかがねちょっと白くなってきたりとかするらしいので、表情が変わっていくとかっていうのも楽しめるとか、なるほど、ね、うん、なんか可愛いんですよこれとか、なんか先っちょがね、うん、本当だちょこってなってて本当だ、はい、こういういろんな、これも柄がこうちょっとギザギザなのとかがあったりとか、サイズもそんなに大きくないんで、うん、使いやすい、使いやすそうですね、はい、なんかどっちもできるってすごいですね、うん、その本当に昔ながらの形式美を彫っていって、うんうんうん、その中から、うん、自分の好きな形のものを作っていくこともしていけば、うん、量産じゃないのかもしれないですけど、うん、こういうね本当にあのステンレスでもあるような使い勝手のいい形を木でっていうところで、うん、なるほどね。なんでサジだったんですかってちょっと質問してみたんですけど、ああいいですね、はい、そしたら、はい、なんかあの、ま、最初頼まれたっていうのもあるんだけど、うんうん、性格で、はい、あのなんか一つのことをこう突き詰める方が、うんうん、そういう性格に合ってたみたいな感じで、でまあ、まあ、サジが中心らしいんですけど、はいはい、であと漆もね、うん、私とかも全然わからないんで、うん、はい、想像でいつもこう紹介するんですけど、はいはいはい、なんか吹き漆とその古色っていうのを初めて聞いて、うん、なんかその辺を使い分けてるのもなんか飽きちゃってたっていうのがあって、なんかこういろいろ研究して表情がこうマットになるとか、なるほど、ね、こうそこを今なんかいろいろ試したりとかしていて、こうなんか同じものを作るんだけど、うん、試しながらとか、はい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 、なんかその辺が伝わってきて、すごい、まあ、どんどんね変化していくのかなっていうのもありますし、ね、まあ、使っていくときにもう作品自体もこう変化していくっていうのもすごいいいなって思って。なるほどね、いやちょっとお会いしてみたくなりました ね、すごい軽くてね、使いやすそうですし、うん、そうですね、なんかあのこうちょっと欠けちゃったりとか、うんうん、漆とかも、うんうん、あのお願いしたらこう直したりもしてくれるっていうことなので、なるほど、長く使えそうな、うん、そうですね、ね、いやちょっとこれは見てほしいな、ね、好みがね、このなんか形とかね、うん、そうありますよね、うんうん、その中でこういうスタンダードなものもちゃんとやってるっていうところがフォークとかすごいですよね、うん、このね、うん、面白いなと思います、うん、はい、ぜひ会場でご覧になっていただきたいと思います、はい、お待ちしてます、ウェブもねありますので、はい、よろしくお願いします、はい。